選手の皆さん、ようこそ KTN 争奪長崎県ミニバスケットボール選手権大会に出場なさいました。皆さんは県下実地区の予選を勝ち抜いて栄えある地区代表として、ここに男女64校約1000人の皆様が会場に参加されています。今年は私たちの連盟が結成されて30周年の節目を迎えることから、大会を記念して出場校の枠を増やし、大会を4日間とし、今日と明日を諫早市で、第3日目と最終日を五島市で開催いたします。練習の成果をコートいっぱいに最後の瞬間まで存分に発揮してください。先生、私たちは毎日たくさんの方々に支えられ、バスケットボールを楽しむことができています。でも今 KC では地震や豪雨などでバスケットボールができない友達もたくさんいます。そのような状況の中でバスケットができることに感謝の気持ちを持ち、友情、微笑み、フェアプレーの精神のもと、日頃の練習の成果を十二分に発揮し、最後まで諦めず全力でプレーすることを誓います。平成29年8月5日選手代表三条小学校男子キャプテン岡村健人、竹松小学校女子キャプテン出口さん、熱心な指導者の先生方 の日頃の地道な指導の成果だと思うんですけども、おかげさまで離島の壱岐や対馬まで広がりまして、一昨年度から全地区に実地区全て支部ができまして、200校少しのチームが男女合わせて活動しております。去年一昨年と違う学校ですが、全国大会で男子は優勝をしておりますし、男女ともに九州大会でも常に最終日まで残って優勝や準優勝という成績を上げてきました。庭園も広いし、でトップのチームのレベルも非常に高くてですね、本当に激しい予選を勝ち抜いて、それで子どもたちの成果が実っているんじゃないかなと、技術的にも盛り上がり的にもですね、中身の濃い大会というふうに期待を出しております。さあ声出していくよ、バックが来ないと見えるところに動かんばじゃん、はい、
負け勝ったら2勝けど負けても次の竹松で勝てば明日も起きる件が明らかみたいに止まってからシュートはするようにして、はい、はい、次の試合もアップ声出せよ、はい、このあと今日の目標を言ってください。今日明日か全勝して優勝することです。バスケはパスを回してみんなでできるから楽しい、うん、シュートが決まった時に褒めてもらえるところが楽しい。あ、うん、嬉しい。バスケットボールの楽しいところ、みんなで協力してできるところです。シュートが入ったら嬉しいから仲間と協力して勝ったりすると嬉しいところです。シュートが入ったりリバウンドが取れたりすると快感があるし、快感、快感、あ、なるほど。
ください。